っきまで日差しやったけど全然涼しいです。遊ぶな。こっちがメインのヤード、こっちなんですけどね、メイン。あ、こっちね。あ、こっちはもう広いんで、もう何でも置きは、まあ、大型もんばっかりこっちに置くようにしてます。なんか普通のスクラップない機械ばっかりあるんですけど、これ、これ見てください。これなんすか。レッカーですよね。レッカーダフター。これなんすか、平成紹介の3のもの。はい、これ25トン25トン。レッカーレッカーダフターダフタークレーン、ダフタークレーン、はい、これは公道走れるんですか。ナンバーつけたら走れます、ね。ああ、じゃあ今校内で使ってる。使ってるのか。はい。ちょっとしたものを釣らないといけないとか。ちょっとしたものっていうか。ちょっとした。だいぶしたものっす。こういうのを持ってる金属リサイクルの会社さんとかはまあない。僕は初めて聞きましたね。なかなかないんじゃないですかね。数えれるぐらいしか。そう。多分いないと思います。だからまあ、要は25トンぐらいのものは下ろせる。まあ、頑張ったらですけど、まあ、大体半分って言ってたんで、12、3トンは、まあ、軽く優に下ろせると。近くに下ろすのとちょっと離れたところでまた全然違ってくるみたいなんで、近くのもギリギリに下ろすのでも20トン近くはぐらいまでは下ろせる。使うことは多い。最近ちょっと頻度多いですね。あ、多いんですか。機械入れ替えが多いんか知らないですけど。あ、そうなんです。なんか今いてますけど、はい、これは平成さんのじゃない。あ、ではないですよ。あ、これは業者さんですね。あ、これ業者です。これ今何されてるの。コンクリートブロックで壁を。ああ、さっきのコンクリート、はい、ちょっと綺麗にこう作ってもらおうと思って、はいはい、1個2トンのあんなに遠くまで。そうなんです。めちゃくちゃ遠いです。めちゃなんか竿をしなってません。大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫。100トンまで釣れるの。あ、これ100トンでっか。100トンでっか。この状態だったら公道走れないんで、一回こっち来て組み立てして、あのウェイトとかをまた別のトラックで持ってきて、そうです。こうはめていくみたいな。そうです。竿と。やばい、はまった。リフトはまった。リフトはまってます。あ、よいしょ。あ、無理やわ。無理やわ。こっちもまた。コンマ7クラスの、これは住友って書いてます。これは今年2月に納車したんです。これはアタッチメントで、今はマグネットついてますけど、はい、まだいろいろと変えれるんです。チューリップ、さっきのチューリップつけたりとか、はい、でカッターつけたりとか。ああ、なるほど。まだこう品物によっていろいろ、そうですね、アタッチメントを変えられてる、はい、この色もまた指定で。これも指定でかっこいいですね。見てください。フルスモークです。フルスモーク。やっぱスモーク張ること全然違います。眩しいんですよ。やっぱスモーク張ること全然違います。やっぱ全然違いますね。やっぱ涼しいです、ね。あ、涼しい。多分エンジン止まっとってもまだ涼しいですよ。あ、なるほど、うん。スモークいいかもしれない。そうですね。あ、どうぞ入ってみて。あ、はい、入らせますいいです。うん。全然見えますね。で、さっきまで日差しあったけど全然涼しいです。遊ぶな。前は半分、ここ上だけですね。あ、これいいかもしれない。参考にさせていただきます。これ見てください。ものすごい分厚い鉄くずを今ガチで切断してます。これで何10センチぐらい。これで30センチ。30センチは。これ何なんですか。分かんないですね。それこんな物や言って来るんで。どっから来たか分かんない。もうなんか大概こんなん入ってくるんで。これを今半分にこう。半分4等分にしたらまあインサイズになるかな。これ1個で何トンぐらいの。これ4トンあるんです。1個で4トン。そうなんですよ。また半分切らないと。1個でさっきのコンクリよりもう2個分ってこと。2個分。
でこれを4トン分したら、まあ、1個1トンになるから、まあまあまあ成功と、まあ、いけるところは出てくるかな。そうそう、結構すごい熱気が、そうすごいです。夏場は、まあ、ここもオープンヤードなんで、炎天下の中これやってたらすごい暑いと思います。あ、ダイエットにはそうです。ダイエットダイエットにはそうです。痩せたい方はぜひ。そうそう、はい、ということで、はい、石を見させてもらいました、はい、ちょっと珍しいというか、まあ、そうですね、なかなかないものが見れたもん。やっぱスクラップではなかなかない設備ばっかりで面白かったですね。ちょっとまたなんか他にもいろいろあったんで、また見せてもらいましょう。はい、よろしくお願いします。大臣、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。平成紹介さんの、インスタグラムもあるみたいなので、ぜひチェックお願いします。お願いします。はい、地球は鉄でできている鉄くず兄さん、藤井でした。これ？これ？